こんにちは、毎日ご飯のお母さんです。この間とある YouTuber さんが韓国料理のミールキットを動画でご紹介されていたんですが、それがとても美味しそうだったので試しに私も注文してみました。今日はそのミールキットを調理して食べる様子をお届けしようと思います。今回は海鮮ちゃんぽんとチャジャンミョンを注文してみました。今回注文したのはこちらのクックイージーというお店のものです。概要欄にリンクを貼っておくので気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。これがクックイージーで頼んだやつで、チャジャンミョン、ジャージャーメン、韓国風ジャージャーメンでね、これはちょっと2人分一度に入ってるやつを頼むのね。でこういう感じで何が入っているとか全部 QR コードついてるし、作り方も結構詳しく書いてある、麺が太ち麺、そうだよね、美味しそう。チャジャンミョンって麺が太いのよね。でも多分フライパン一つでこれ麺を茹でて、茹でたやつを揚げておいて水を切ってる間にそのフライパンで具材を炒めるだけだと思うね。あ、じゃあワンパンでいける。そう、ワンパンで多分いけるはず。これがチャジャンソース。自分で作るときはチャジャン、チャジャン、チャジャン硬いからあれ伸ばさなきゃいけないけど、こうすごいタレになってる。チュンジャン、あ、チュンジャン、チュンジャン、チュンジャン。ちなみにチュンジャンから作る手作りチャジャンミョンの作り方の動画はこちらです。概要欄にリンクを貼っておくのでぜひ見てみてくださいね。で、長ネギと玉ねぎ、これが具材で、これも綺麗にカットして入ってる、すごいね、カット済み、包丁いらず。そうそうそう、包丁いらないの、ね、本当に。で、これが お肉、下茹でしてあって本当にさっと炒めるだけでいいと思うんだよね。これが辛味ラー油かな。チャジャミョンってもうまったりした味で辛味は一切ないじゃない、多分お好みで入れていいんだと思うね、で、これはあの炒め用のサラダ油の上でついてるの。だから本当にフライパン一つと、あと食べるためのお皿とお箸があればいいだけっていう感じ、すごいね、で、こっちが海鮮ちゃんぽん、韓国風ちゃんぽん麺で、だいたいジャージャー麺屋さんに行くとちゃんぽんも必ずあるよね、辛いちゃんぽんね、これは1人前にしたのね。これもやっぱり同じこうちゃんぽんの麺で、お野菜もネギと副菜とピーニかな、あと人参、ネギも玉ねぎと長ネギと両方入ってるね。ほら、裏から両方だからけど、これが海鮮の入ってるあのちゃんぽんのソースだね。で、同じく炒め用の油と辛みを足すこちらのラー油みたいな赤い油と、さらにあのトッピング用に辛い青唐辛子。でも本当にこれも茹でて、麺よけといて、これ野菜炒めて、このソースでタレ、あのつゆを作って、それを麺にザッとかければ出来上がりっていう感じだね。今日のお昼はこういうことで、久しぶりの本格韓国中華。今新大久保ね、ちょっと行けないから、出産後すぐということで、これもおまけで銀ラーメンが一つついてきました。おまけもね、嬉しいよ ね。じゃあ作りましょうか。ということで、早速チャジャンミョンから作り始めます。深めのフライパンにお湯を沸かして、まずは麺を茹でましょう。麺が茹で上がったらお湯を捨て、麺をお皿に取り分けておきます。2袋の麺だけど3人で分けてもたっぷりありますね。フライパンをささっと洗ったら、今度はタレを作りましょう。加熱したフライパンについている調理用油を敷いて野菜から炒めます。こんな感じで袋を切って入れるだけなので本当に楽ちんですね。結構野菜の量がたっぷりなんですよね。まあ、2、3人前ってなってるけど、1
それにしても結構しっかり野菜がいっぱい入ってます。で、ジャージャー麺の玉ねぎって透き通るぐらいよく火が通ってた方が美味しいから、タレを入れる前によく炒めようと思います。一応ここに詳しい作り方が載っていて、3分程度炒めるって書いてあるんだけど、 IH だったりガス火だったり火力の違いによって炒める時間ってちょっと変わってくると思うんですよね。目安はまあ書いてあると2、3分だと思うんだけど、なので自分の目で確認しながらこうやって玉ねぎがしっかり火が通るように炒めていくっていうのもちょっとしたコツだと思いますね。いいかな、こんな感じでしっかり玉ねぎが透き通ってきたので、次はこの茹でてあるお肉、下茹でしてあるから火が通らないっていうことはないので、玉ねぎとか他の具材とよくこう馴染むまで炒めていきます。一応作り方の方にはお肉を入れてから中火で約1分程度炒める、焦げないように注意しましょうって書いてありますね。だから本当にこうちょっと温まった程度、混じって温まった程度でいいと思います。じゃ固まってたお肉がこんな感じでばらけてきたので、ここにおソース入れます。もうソースもすごい入れやすい、こんな感じでドロッとしてるので。でおソースを入れたら中火で味がなじむように3分間火を通すって書いてあるので、3分間ほど煮ていこうと思います。はい、できました。とっても簡単と、これで麺にかければ出来上がり。なんか麺を2玉だったんだけど太麺だし結構ボリュームがあって、タレもすごいたっぷり出来上がりになるので3人でちょうどいいぐらいかもしれない。ここに後で食べる時にお好みでこの辛い油を入れれば出来上がりです。こんなにたっぷりできました。まず麺を茹でます。麺はジャジャ麺と同じ麺ですね、太麺の中華麺ですね。と麺が茹だったので同じフライパンに備え付けのサラダ油を入れて野菜を炒めていきます。で油の中にお野菜を全部入れちゃいます。そう、やっぱり量がすごいしっかり入ってますね。これは1人前なんですけど結構な量のお野菜が入ってます。しかもすごい新鮮で綺麗なお野菜ですね。約2分程度強火でさっと炒めるっていう感じですかね。はい、大体野菜に火が通ってきたのでこちらですね、スープ、海鮮のスープを入れます。こちらお水も 400cc 入れます。強火でだいたい5分ぐらい火を通すという感じですね。でお好みで青唐辛子を入れてもいいみたいなので、私はちょっと今日一緒に食べるのがジャジャンミョンで辛くないので、こっちの海鮮の方はちょっと辛みにしちゃおうと思って青唐辛子も入れます。いい感じに火が通りましたね。これも2つにしちゃう？なんかね、具が結構すごいいっぱい入ってて汁もたっぷりめだから2つに分けても大丈夫だなと思って。じゃあそうしよう。はい、できました。でここで辛い油も入れちゃいます。で1人前って
っていうことでセットを見るキットになってるんですけど、なんか麺も含めて十分に2枚できましたね。これで食べましょう。元気いいね。いただきます。ちゃんぽんなんですけど、1人前を2つに分けたんだけど、それでもこんなに中身もすごいしっかり入って、具材もいっぱいだし、麺も結構、多分1人前でも女性だったら2人で分けてもいいぐらいかと思いますね。でこちらがジャジャンミョン。ジャジャンミョンも、ジャジャンミョンは2人前を頼んでるんですけど、もうものすごい量で、これで3つ作ったんですね。こうやってこうやって、でもタレもしっかりいっぱいあるし、麺もたっぷりあります。ではいただいてみます。いただきます。最初はちゃんぽんから食べてみます。この太麺が美味しいんですよね、ちゃんぽんで。とても辛いけど、辛いのがまた美味しい。うん、めっちゃ辛くて、新大久保で食べるちゃんぽんの味です。本当にそのまんま、あの辛いんだけど、ただ単純に唐辛子で辛いだけじゃない、こう深みのある辛さで、出汁もすごいよく出てて美味しいです。本当に辛い。次にちょっとジャジャンミョン食べてみますね。こっちジャンミョン、ちょっと作って置いてたから固まっちゃいましたね。これよく韓国ドラマとかでこうやって混ぜますよね、お箸2本で。あれ出前されるとこういう状態になるっての分かりますよね。茹でてそのままの麺にこう、じゃあジャジャンミョンをよく混ぜたので食べてみます。美味しい。なんかコクがすごいあって、甘みとこう深み、チュンジャンの味がちゃんとしっかりしてて、あとお野菜もたっぷり入ってますね。あと肉も結構いっぱい入ってる。全然あのレトルトとか、それからのインスタントの味とは違う、お店で食べる味ですね。とても美味しいです。美味しい。具がね、これソースがインスタントだと少なかったりすることはあるじゃない。全然ソースもたっぷり。まあお肉は一応角切りっぽくはなってる、そんなに大きくないから、歯ごたえがこう自分で作った時みたいに角切りの肉みたいな感じではないけど、でも美味しいお肉だよ。で分かる、お肉感が、うん、入ってるって、結構入ってる、うん、そう、うん。で野菜も結構入ってますよね、3人で分けて。ということで、クックイージーさんの海鮮ちゃんぽんとチャジャンミョン、とっても美味しくいただきました。思っていたよりもかなりボリュームがあって、お野菜も新鮮、作るのもあっという間で、そして何よりとっても美味しかったです。次はまた別なキムチチムとかポッサムとか、お肉の料理も頼んでみたいなと思いました。なかなか韓国料理を食べに行けない方でも気軽に本格的な韓国料理が食べられるので、気になる方はぜひ注文してみてくださいね。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。次回の動画もまた見てね。